築地場外市場インフォメーション。皆さんご機嫌いかがですか。中央 FM ナビゲーターの井上明子です。このコーナーでは中央区にある築地場外市場の情報をお伝えしていきます。今回ご紹介する情報はこちらです。築地の新名所築地魚河岸10月オープン。10月のオープンに向けて着々と準備が進んでいる新施設築地魚河岸についてこの方にお話を伺いましょう。中央区都市整備公社の石田と申します。よろしくお願いします。石田さん、よろしくお願いします。早速ですが、どんな施設がオープンするのか改めて教えてください。はい、築地魚河岸では築地場外地区で築地の活気とにぎわいを将来に向けて継承するための食文化の拠点として食の街築地を象徴する新鮮かつ多品種の食材を販売する店舗施設が1階に出店しまして、施設の中心になると考えております。オープンは10月15日と聞いていますが、当日は何かイベントを企画しているんですか。今後この施設が将来に向けて成功するようにですね、オープニングセレモニーをやっていきたいというふうに考えております。いやー、今からオープンが待ち遠しいですね。ところでどんなお店が入るのか教えてください。はい、一部3階になりますけれども、基本的に2階建ての建物になります。その1階をですね、築地市場の仲卸業者が61業者幅広い商品を取り揃えたお店が入居する予定となっております。朝の5時から9時頃まではプロ向けに展開しまして、9時以降2時3時までは一般向けはですね、観光客にもですね対応した施設にしていきたいというふうに考えております。築地で足の便のいいところでワンストップで買い物できる、そういう場所になっていけばいいなと考えております。なるほど、市場と同じように食のプロに必要な商品がずらりと並ぶんですね。それってつまり今まで通り築地に行けば安心してください、仕入れできますよということですよね。では2階と3階はどうなっているんですか。はい、2階は倉庫になると思います。3階の一部にですね、屋内の多目的スペースがございましてですね、飲食スペースやイベントスペースを整備し、同じく10月15日に1階店舗と同時にオープンできるように準備を進めているところです。ただ単に食事を楽しんでもらうというだけじゃなくって、1階の商品の良さもですね分かってもらうためにですね、展開していきたいなと考えております。多目的スペースは今後さまざまな機会で活躍しそうですね。それでは最後に、これからの築地への期待と抱負を聞かせてください。築地魚河岸の出店により、今まで通りすべて必要なものがワンストップで揃う、それによって地元のプロの買い出し人から期待に応えていきたいなと、そういうふうに考えております。また一般客の方にですね、ぜひ買いに来ていただきたいし、そういう期待の声が上がっているところでございます。観光客の方もですね、ぜひ引き続きですね、築地の魚河岸を中心とした築地場外地区の方にですね訪れていただきたいなと期待しているところでございます。オリンピックに向けて築地っていうのがまた一つの大きな役割をですね今後果たしていくんじゃないかなと思っております。石田さん、ありがとうございました。歴史と伝統を大切に育んできた築地に新たな風を吹き込む施設、それが築地魚河岸です。皆さん、ぜひご期待ください。今回ご紹介した情報は築地場外市場の公式ホームページでもご覧いただけます。イベント情報のほか、築地場外にあるおよそ400もの店舗情報や築地マップ、市場開催日のカレンダーなど築地情報満載のホームページです。東京の台所築地、毎日のお買い物やお食事にぜひご利用ください。このコーナーのお相手は中央 FM ナビゲーターの井上明子でした。築地場外市場インフォメーション、一般財団法人中央区都市整備公社の提供でお送りいたしました。